いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。東女会元四代目会長、二つ名は堂島の D、 日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな。朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないものだ。二人ともドブに沈むがいい。どうしても邪魔するって言うなら、もう話し合いの余地はね。そこをどけ、秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねえ。まったし。
確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。せんか、いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃとこの野郎。どけ、急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ
許してやってもいい。キザなおっさんじゃのう。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。約束は忘れるな、半純義。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。Yeah!
に、ここからが本番です。いい加減なしだ。さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ、あの世で立つ川から直接聞くといい。この私が立つ川のもとへご案内して差し上げよう。キリル・カズマ！ぶっ殺してやる！忘れちゃ困りますぜ。綺麗な兄貴、助立ちします。もうこれは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目がタイマン張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！どれ？
とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。ぶち殺しちゃるぜ、おら。그놈은건들지마라내가직접처리한다오말한준기난데오마이가고거니くそそこをどけ邪魔だ。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね。キリュウさん、望むところだ。これがジングオン派の最後の花火だ。
またお前か。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。行くぞ言うて。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃがわしは手加減せんど。広島ヤクザの意地っちゅうもんを見しちゃる。我も殺す気で来いや。うわっ、終わらせてやるよ。どこどけって言ったんだこの野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。Huh?
死にしてソニアに殺されな。何があった、ソメア。何があったって行かれちまったんですよ。俺は勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部ケリがつく。わしら死にに来とるんじゃ。踊れる！かかってくんならそん格好で来いや。Yeah!
思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、弱みの坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。